ちゃこちゃん。おびき寄せて。ちゃこちゃん、おもちゃでおびきするんだ。あ、待って、ご飯入れてくれ。おもちゃがいっぱい。お茶食いに。うん、はい、すごい汚れてる。はい、はい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 、はい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 。あら、しおんくんが釣れちゃ、あ、君それ食べちゃダメ、ダメだよね。しおんくん、しおんくんこっちこっち、ほら、ほら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 、じゃあしおんくんのご飯を。そりゃそうなるわ。ほら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 、食べています。うんうんうん、はい。で、チョコちゃんは棒状です。はい、で、アンデちゃんは今おもちゃに夢中なので、ここまでは来ています。でも、あら、遊んでて、いや、さあ、アンズちゃんだけがいつもなんか虐げられてると思ってるね。遊びには参加できないし、うん、あ、もうウェットはほとんど食べちゃった。アンズちゃん、アンズちゃん、先にご飯、アンズちゃんご飯だよ。結局計画はシオン君は最後じゃなきゃいけないんだよね。先にシオン君にあげちゃうと、うん、食べ終わってきっと上上がってきちゃうから。そうなんだね。でもシオン君外出すか、それとシオン君難しい。あ、外出すと外のを食っちゃうね。そうそうそう、うん、だからでもシオン君、アンズちゃんが食べてる間、うん、あのおもちゃを動かすとアンズちゃんは食べなくなっちゃうので、うん、だからやっぱり最初にチャコちゃんがあそこ入るまではご飯あげないってさ、なしないと。で、さらにシオンくんに取られないようにする、うん、よいしょ。
シオンくんのお腹が緩いのがご飯の食べ過ぎではないかという、仮説のもといろいろやっていますが、その計画を縫ってシオンくんはみんなのご飯をちょっとずつ食べます。狙い始めましたね。あ、でもだいぶ食べてるか。うん、そうだね。あずちゃん、あずちゃん。あ、食われちゃう。あずちゃん。タイム始まるよ。感じが分かったかね。はい、トイレはまだそんなに使われてないね。みんなずっと寝てたもんね。さあ、じゃあ、あ、アズちゃんのなでなでか。あずちゃん、やっぱりまおいさんじゃないとダメかな。あずちゃん、ちょっとさ、そういえばそのタコマシーンを入れたから気持ちよく寝てたのかな。どうだろう、そうかもね。割とずっと寝てたね。それは外に出したかもしれない。アンズちゃん、
ちょっと今あんずちゃんが入っちゃったのでわからないけど、ベッドの上には1個落ちてるよ。